はいどうも皆さん、こんばんは。今日はですね4月26日の夜7時43分に収録しています。今日もナスダックのねチャートを見ていきましょう。えー、皆さんね、ね当然あのご存知の通りですね昨夜ずっと下げていたんですが、今朝のね5時に、グーグルとマイクロソフトのね決算の発表がありまして、でまあ共に高決算だったみたいで、でそこでですね大きく百数十ポイント上昇しました。 で、先ほどの取引が始まる朝7時ですね、にどんどんってもう一発上げて、で、そこからは横横になっている。そんな状況ですね。で、まあ、上昇してピークがですね、12,912 12ポイントまで一時到達したと。で、その後はどうかっていうとですね、まあ、横横のレンジですね。 はい、下がったと思ったらそこから変われて、上がったと思ったら今度は上ひげつけて落ちていくという形で、非常にね、あの、狭いね幅をね、ジグザグとやっています。で、えっとね、先月の3月の月末3日間、ちょっとね、あの、日足で思い出していただきたいんですけど、えー、最後の3日間で、ね、上がったんですよね。で、3月の26だったかな、ちょっと日足なんかで見るとわかるんですけど、最後の3日間で上昇してるんですよ。ここですね。 3月29,30,31。この3日間で大きく上昇してる。で、その前日どうだったかっていうと、直近安値を割れ込んで、で、3月28日にね、で、下げをみんなね、意識したと思うんですよね。ですが、まあ、これ、馬中になのかな、まあ、なぜ、あの、下髭になって買われてで、そこから大きく3連投したといった経緯があります。 で今もね、残りラスト4月は3日間ということで、ひょっとしたらね、このような陽線、陽線、陽線という形で、まあ、レンジブレイク、上にレンジブレイクする可能性っていうのもまだ残されているんで、ですので警戒しなくちゃいけないと。で警戒するって言ってもね、やはりね、まあ何かしら、 定量化されたここを抜けたらどうとかっていうねところを見ていかなくちゃいけないんであくまでね、まあ、今は私はね、えっと、直近のレンジを昨夜割り込んだことによって、まあ、レンジブレイクして下目線になってるんですね、まあ、たとえ決算が良かろうが、まあ、その2つの企業まあこれからまたね他の決算ありますけどその企業だけで GI を全てね一変させてしまうかっていったらまあそこまでは思ってなくて はい。まあ、ただね、決算が良かった。で、株の上昇につながったってことはやっぱり認めなくちゃいけないということで、まあ、この上昇ね、どこまで続くのか、で、そして落ちていくのかっていうところね。で、下目線で考えたときにですね、まずはですね、まあ、ここ、今日つけた安値、12,857なり、もしくはさっきつけた、5分前につけたね、12855、ここを再度割り込むこと、えー、をすればですね、 まあちょっとねこの辺落ちていくのかなと。どの辺まで落ちるかっていうと、えっと一旦はですね、私が意識しているここですね。12,816ポイント。これが昨日までの今月安値でした。はい。まあ昨夜ね、それを更新したわけですけど。なのでこの12816っていうのはね、 ここ、再度割れるかどうか。まず、再度ここに向かっていくかどうかって非常に重要なんですよね。ですので、今日、もし下げた場合、ここ、再度割れてくるかどうかっていうことを、まチェックしたいと思います。割れればですね、まあ、当然、下落優位になりますよ、ということですね。まあ、その線引きとして、この12816っていうのを、まず、え、見ておきたいと思います。で、その後ですね、ここ割れると下落優位になって、どんどん下げていくと。で、そうなると、昨夜ね、かなり下げた、 ここ最近のレンジ相場にしては下げた12,718ポイント。ここを再度目指していくんじゃないかなと。ここを再度割れることになればですね、より下落がね、可能性が高まって、僕の中では、まあ、僕の中ではですよ、下落確実かなって、戻しみたいなジグザグがあっても、下目線かなっていうことになるんじゃないかなっていうふうに思っております。そこに至るまではですね、 まだまだこのように決算で上昇した以上、上目線のシナリオもまだあるというね、そういう警戒心を持ちつつも、でもここ最近の1ヶ月のレンジを振り返るとですね、やはり下に降ってきてると。はい。1ヶ月のレンジね、ここですね。はい。この中のジグザグを見ていくとかね、下の方にいますよね。はい。ですので、あくまで、まあ、下目線であると。 いうことただ、えー、注意されたいのは3月も下目線に振っておいてからあこれ下なんだなって思ってから上にドンって上がるここもそうですね4月の12日も実態でね私もまあ下げは嬉しいからそこで動画発信しましたで下目線に振っておいてからドンって上がるっていうねこのパターン何度も食らってるんでそこはね皆さんねちょっとやっぱ頭に入れつつですね、まあ、このまま売られていけばいいけどね え短期的なね、ブルートラップのような形でまあ上昇しても結局それは4時間足レベルぐらいで見ると、ここ最近のこのえ高値、安値の戻し。はい。ちょっとフィボナッチでどれぐらい戻してるのか、ちょっと見てみましょうか。ここから、ここまで。はい 61.、61.8%もね、戻してない。ので、下、上、下みたいな形でね、矢印で書くと、ここで、 こここで高値つけてて落ちていくとこんな感じでいけばいいんですけどね、はい、まだねちょっとねそれは先ほど私が申し上げたようにまあ一個一個確認していく必要があるよってまずここ割れるかどうかでここ割れたらここに行くと8一六今度割れれば下落優位になっていくと。 ということで、角度をね、ちょっとずつ修正、変更しながらですね、目線を切り替えていくと、そんな形で相場の方を見ていけたらなというふうに思います。な、はい、なかなかねやっぱり予想が難しいしい テクニカルでここを割ったら下っていうところすら裏切って、むしろね、その逆方向に上昇していくっていうね、そういう試合が、まあ、ここ1ヶ月2ヶ月ずっと続いていますんで、はい。ですので、まあ、そこを注意しながらですね、あの、あんまりね、こう、下、絶対下、みたいな感じで思わずに見ていけたらと思っております。はい。まあね、本当あの、いよいよレンジブレイクしたかなって昨夜もライブで言ったんですけど、本当にね、わからん。 わからんっていうのがね、まあ、そんなことを思いながらですね、まあ、今夜もね、見ていけたらと思います。まあ、大きくね、下方向、今だったら下方向に動いていくんだったら、またライブするかもしれませんが、私もね、ちょっとね、カメラ関係で、明日ちょっと用事があったりとか、いろいろあるんで、まあ、ちょっとできない可能性もありますが、まあ、もしね、やった際は、またよろしくお願いいたします。本日は以上です。ありがとうございました。